先月9市の小学校で校長が落下した木の枝の下敷きになり死亡した事故を受けて県が県内の小、中、高校などの樹木を点検したところこれまでにおよそ200校に注意が必要な樹木があることが分かりました。先月9日、ののの小学校で長さおよそ8メートルの木の枝が折れて落下し 近くにいたた歳の校長が下敷きとなって死亡しましまこの事故を受け県内の幼稚園や公立の小中高校で樹木の緊急点検が行われ県教育委員会によりますとこれまでのところ194校に注意が必要な樹木があることが報告されたということです。こちらはきょう午後の 愛良市カジ木町の龍門小学校です先月中旬から学校のシンボルでもあるイチョウの木の周りを立ち入り禁止のロープで囲い頭上注意と書かれた紙が貼られました学校は新学期に入り児童に近寄らないよう注意を呼びかけています樹齢100年を迎える木です体育の時間ですとか休み時間そして通学の時に使用しています 下を取るときは上の方も気をつけてあの歩くようにというふうに指導しております学校では今月中にこのイチョウの木の長くなった枝を切る予定です県教育委員会によりますと木が腐っている、枝が枯れているなど緊急的な処置が必要な樹木があった28校では8月中に伐採を終えています残りの166校では テープなどで樹木を囲ったり看板を設置するなどして注意喚起をしていますまた166校の樹木は今後専門家の視察などを経て伐採や植え替えなどを検討する予定です